テレビモニターによる PR 映像の上映をさせていただくこととしております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは開会にあたりまして、日本三景天の橋立の町宮津。新編映画として制作されております。あらすじは、加藤朗さんにする都会の生活に疲れた女性が、私たちのふるさと宮津天の橋立にはゆったりとした時の流れと重層的な歴史があります。その宮津天の橋立を舞台にしたさまざまな取り組みをただいまからご紹介いたします。それでは皆様どうぞ前のスペースへとお進みいただきまして、宮津こちらですね、はい、これはこのまま、こちらの軽く塩で、はい、感想ですね、ちょっと聞きたいなと思うんですけれども、はい、いかがでしたですか、それが。私は初めて食べたんですけども、すごい歯応えがあって、美味しかったです。はい、あの何が美味しいですか、焼くのお寿司も食べられました。私はお寿司の方が好きです。はい。どうでした。私もすごく肉厚で、あのジューシーで美味しかったです。こんな大きな鳥がいるのは初めて見たんですけど、ええ、なんか磯の香りがしたような感じが。あの今までの鳥貝とは少しやっぱり違います。全然今まで持ってた鳥貝のイメージとは違って、すごく大きくて肉厚もすごくあって、2枚で大満足。そうです。あの何焼くのが美味しいですか。お寿司とかもあったみたいですけど、私は焼いた方が、はい、あ、そうです。大きくて甘さも甘くて日本一の鳥貝です。